こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今回はですね、まあ、人気のサービスからいろんなアイデアとか、参考にしてみようということで、こちら、ベースさんという、無料でネットショップを作れる、サイトの方を一緒に見ていきたいなと思います。まあ、これまで、ネット上で、商品を売ることは、できたんですけども、例えばネットショップを作るのがちょっと難しかったりだとか、あとは、プラットフォーム楽天さんとか、アマゾンさんで、販売するんではなくて、オリジナルの、お店を持ちたいなと。考えている方に、すごくメリットがある。まあ、簡単で、無料で、しかもすぐに、作って、ネットで、お店を、ネットで、販売ができてしまうという、まあ、使い勝手もすごいいいアプリになって、サービスに、なってたので、一緒に見ていきましょう。はい、今回はですね、こちらのベースというのを一緒に見ていきたいなと思うんですけども、簡単に言うとネットショップをもうサクッと作っちゃうツールってことで、アクセスしていただいて、メールアドレスとパスワード入れて、好きなドメインっていうんですけど、URL、を入れて、ネットショップを開く押すと、もう5分もかからずネットショップを作れちゃうという、すごいですよね。もう便利な世の中ですよね。っていう、ありがたいツールになります。で、まあ、この最初の、下の方行けば、いろんな何ができるかというのが、載ってるんですけども、初期費用、月額費用0円で、しかも自分の好きなテンプレートで、で、決済方法とかも、いろいろ対応してますよ、みたいな感じで。で、実際に、開設された、ネットショップの事例も見ることができると。どちらかといったら、やはりその個性が強いような、商品を扱ってらっしゃる方にとって、すごいメリットがあるんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、ここにもろもろ、ブログとかメルマガもできますよとか、アクセス解析もできますよみたいな使い方が、ありまして、デザインをもっと自由に、結構無料のテンプレートもあるんですけども、そういったテンプレートを買ったりだとか、自分でカスタマイズするっていうこともできるように、なってました。はい、こんな感じですね。で、ちょっと簡単にアカウントだけ作って、すみません、全然僕は使ってないんですけども、見て、ログインしてみました。で、まあ、入ったら結構ちゃんと誘導も、チュートリアルって言われるんですけども、されていて、まずは商品を登録しましょうとか、特処法を入力しましょうとか、ネットショップで必ず必要なことを、この手順に沿ってやっていけば、問題なく公開できますよと、いう感じになってます。で、まあ、商品管理っていうのは商品を登録したらできるんですけど、デザインとかを選ぶとですね、現在お店はこんなシンプルなデザインになってるんですけど、このキャンドルっていうの以外にも、いろいろここに、無料のテンプレートが選べるみたいですね。ポンチョとか。ああ、なんか可愛らしい色ですね。やっぱ今っぽい。あとはこの新しいテーマを購入を押すとですね、いろんなテーマを変えるみたいですね。もうこんなん、もう普通のかっこいいネットショップですよね。いや、こんだけ作れたら、しかも6000円とかで買えちゃうという。もうこんなんで作れたらもうこれでいいやってなる人も絶対いると思うんですよね。ランディングページが作れるみたいな、ものもあるみたいですね。はい、でですね。まあ、こうやってテーマとかを、選ぶことができると。で、ロゴとか入れたり、背景を作ったり、ナビゲーションっていうのはここの部分なんですけど、ここをカスタマイズしたりすることができると。はい。で、もちろんネットショップなので、注文が来たらここで注文管理ができると。こういったツールを使わずに、ウェブの注文とかを受けてると、Excel で管理したりとかが大変になってくるのかなと思うんですけど、こういったツールを使うと、絞り込みができたりだとか、注文日だけで絞り込みとか、あとは支払い方法で絞り込みとかができるので、顧客の管理が楽になっていくんじゃないかなというところが魅力ですよね。で、あとはお金の管理とか、売上の月間売上計算とかが自動で出るので、これまで Excel で管理してた人とかにとっては、すごいいいんじゃないかなと思います。で、まあ、あとは反則ですね。まあ、プッシュ通知とかがあるみたいですね。あとはデータで、ショップのアクセス数とかを見ることができる、感じになってます。で、最後にこちら、Apps と呼ばれるものは、拡張機能のようなものですね。最低限の最初の状態で、機能はついてるんですけども、それにプラスアルファで、例えば、
セール価格の設定ができるようになったり、 QR コード決済ができたりだとか、あとは定期便とか、ですね、あとは、まあ、レビュー機能とか、不正決済保証とか、が選べるようになってます。この辺、値段がついてると思うんですけども、基本的にベースっていうのは無料で使うことができますが、こういったプラスアルファの機能を入れることで、ベース側の売り上げが立って、収益化を取っているんじゃないかなという感じがしますね。はい、いろいろすごいですよね。拡張機能もいっぱいありますよね。このあたりを組み合わせて、自分で作りたいサイトを作っていくことができるようになっているという感じですね。はい、でまあこれ、ベースというネットショップなので、今後ネット物販とかを検討してるとか、今から簡単にネットショップ作りたいなみたいな、人はまあこれをぜひ使うといいんじゃないかなと思うの同時に、まあこの、本件パソコン塾ではどちらかといったらこういったウェブサービスを、構築してサービス運営する側に僕はなってほしいなと思ってるので、今回こういったですね、これまで、ネットショップを作りたくても作れなくて、で費用をあまり用意できないお客悩みを、持っていらっしゃるお客さん向けに、こういった、サービスを、公開して、多くのユーザーを集めているサービスという意味でもちょっと見てみました。無料モデルなんですけども、こういった追加アプリとかで、収益を得ているというところがすごい参考になるんじゃないかなと思います。はい、これちょっと余談なんですけども、人気サービス言語で検索しますとですね、結構この注目のウェブサービスので使われている言語を紹介してくれる素晴らしいブログページがあるんですけども、ここにこのベースの紹介もあるんですね。はい、でこれで、なんか下見ていくとですね、このベースというのは、今紹介したこのベースは PHP で作られていて、フレームワークは CakePHP と、を使われているということが書いてあります。まあ、ちょっと現在リアルタイムでこれがなのかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあ塾生さんであれば PHP とか勉強してると思うので、こういった言語を使うことで、こういった大きなサービスを作ることができるっていうのを分かっていただけたんじゃないかなと思います。すごい面白いですよね。やっぱ多くの人にちょっと役に立てるというか、使ってもらえるサービスっていうのはやはり作っててワクワクしますし、ぜひ作ってもらいたいなと僕も思っているので、今回のこれを参考、ベースさんを、ぜひ参考にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、説明はこれで以上です。はい、いかがだったでしょうか。まあこれそのネットショップを作りたい人にとってはすごい相方がられますし、作ってる側もそれがモチベーションになるんじゃないかなと思いますので、まあ、多くの人に無料で提供してありがたがられて、しかも収益が取れるというビジネスモデルってすごいいいんじゃないかなと思いますので、これからサービス開発をしたい方はぜひ参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。今回の動画内容は以上となります。もし内容が良ければグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。